ばいんだけど、ティエンティエン大魔王、最悪や。やばい、涙が落ちすぎて泣きそう。食べもんです。皆さんこんにちは、ゆきです。サディカー。今日はですね、チェンマイで大人気エリアのニマヘメン通りを散策したいと思います。なんかね、ちょっと歩いてるけどすっごいおしゃれなカフェがいっぱいあって、もう歩いてるだけで楽しいです。ただめちゃくちゃ暑いので傘を差します。めっちゃ暑いよ、やばいよ、ね、このニマヘメンには超有名なカオソイ屋さんもあるので、そこでランチを食べたいと思います。お腹空いた。カオソイ2万です。ミシュラン。やば、どれにしよう。いっぱいある。あ、いいね、めっちゃ美味しそう。カオソイです。それじゃあ、ずっと食べたかったカオソイをいただきます。あ、めっちゃお腹すいた。お腹すきすぎてやばいです。スープ、めっちゃいい匂い。めちゃくちゃ美味しい、超濃厚なんですけど、うまっ、辛っ、美味しい。麺もパリパリ麺、パリパリ麺です。うん、スープとの相性抜群ですね。マジで美味しい。本当にカオソイ大好き、毎日食べようかな。麺もいただきます。めっちゃ美味しい。てかすっごい辛いんだけど、うまっ。お肉柔らか、すごい大きなお肉が、チキンが2つ入ってます。うん、チキンめちゃくちゃ美味しいんだけど、辛い、美味しい、柔らかい、短い。カオソイはね、タイ北部が発祥なんですよ。だからチェンマイはもうもはや発祥と言っても過言ではないような感じですね。やばい、落ちすぎて泣きそう。美味しい、いただきます。どうでもいいけど、初めてのタイのご飯だ。はい、完食しました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。めっちゃお腹いっぱい。あ、なんかここミシュランも取ってるみたいで、すごい大人気。今ちょうど昼なんですけど、めっちゃ混んでる。待つこともあるそうなので、早めの時間か遅めの時間がおすすめです。ぜひ来てみてください。あ、めっちゃお腹いっぱいです。めっちゃ美味しかったんだけど、やばい、お腹が膨れました。本当おすすめ、美味しかった。で、今ワンニマンっていうところにやってきました。なんかこんな感じのレンガンでできてるところ、あ、だから入れそう。え、すごい、え、なんかすごいおしゃれ。え、めっちゃおしゃれなんだけど。かわいいゾウさんがいます。おー、商品売り場みたいな、ね、めっちゃおしゃれ。なんか洋風なお店ですね。え、なんかパリみたいなんだけど、パリっぽい、すごいおしゃれです。作りがほんとすごい。めっちゃおしゃれじゃない？ゾウさんかわいい。なんかお店はほんといろいろある。民芸品のものとか、ファッションとか、あと何？ファッションとか？ファッションが多いですね。かわいい。なんかお土産とかも良さそう。すごい。そう、めっちゃいい香り。やばい、香りに引きつけられて。石鹸ですね。お、すごい、めっちゃいい香り、ここやば。スクラブとかも売ってる。え、なにこれ、なんかドリアンの可愛いのがある。ドリアン、可愛い、可愛いお店がすごい多いんだけど。お隣のお店も可愛い、ゾウさんが。
ですね。わあ、ワンマーケット。なんかお店がめっちゃありますね。飲食店？フードコートみたいな感じかな。ヌードル屋さんとかいろいろ。あ、マンゴー美味しそう。マンゴー屋さんですね。種類が豊富です。わ、ジュースとかも売ってる。美味しそう。かわいいのがいました。で、次は、お、目の前に見えるメイヤーに行きます。メイヤーライフスタイルショッピングです。めっちゃ大きい。メイヤーって言うんだ。あ、なんかタイの英語結構変わってて、マヤって書いてあるけどメイヤーって読むんですよね、うん。今私はこの横断歩道を渡ったのですが、なんか突っかかって死ぬところでした。え、マジで気をつけてください。下見て歩こう。ちょっとね、カメラ持ってるとカメラ見ちゃうんですけど、下見て歩きます。こけたくない。痛かった。え、なにこれ、横断歩道とかあるんだけど、寄り道してみよう。え、ほら見て、突然の日本ですよ。生ビールだって逆で書いてある。めっちゃ日本じゃん。なんであなたがこんなところにいるの？かわいい。ちびまるかちゃんがいます。かわいい。まるちゃん、日本にいるみたい。この辺も全部日本語で書いてある。夜になると屋台がオープンするのかな？マヤに行きます。めっちゃ涼しい。メイヤにやってきました。ここは本当にめっちゃでかいショッピングです。もうさ、暑すぎてさ、溶けそう。あ、で、そうだ、ここに来たのはちょっと理由があって、シムを買いたいんですよ。今回長らくいる予定なので、シムを買いたいです。さあ、でもシムはどこなんでしょうか。わからん。地図もない。まあ、ちょっと散策しつつ探したいと思います。お店がいっぱいあるね。かかりこだ。香り物のブランドとかある。あ、コンピューリーもあるね。何でも揃ってんじゃん。もうここで住みますね。で、見て、奈良屋もありますよ。かわいい奈良屋。奈良屋です。なんかデザイン増えた。なんかいっぱい種類ある。ここ多いね。1000枚だから。サマーセールやってる。もうすぐソンクランだからかな。ここのショッピングすごいね。めっちゃあるやん。上ズルまで上がってみましょう。なんと私天才です。普通に上上がったら見つけました。見つけた。 AIS にしようかな。え、めっちゃある。ピーダックとかフルーとかもある。え、どれがいいんだろう。なんかどれが安いかな。聞いてみよう。ちょっと聞いてみますね。頑張るよ私。テラトゥルーです。シム2枚かって言ったらありましたって。1ヶ月で1200バーツです。アンリミティックだって。おー、 AIS です。これか。シムカード2枚か。あ、3枚。あ、え、安いかも。え、安くない？うん。あー、あー、オッケーオッケーか。なるほど。ちょっと訳ありだね。え、どうしよう。一番いいのは本当トゥルーなんだけど。え、どうしよう。ピーダックでも聞いてみるか。聞いてみます。ピーダックです。30日間で。え、どうしよう。とりあえず私がこの大手3社調べた結果だと、めっちゃ使うんだったらトゥルーがおすすめ。え、使うんだったらAIS か DDAC。 AIS にしようかな。ね、やばいんだけど、パスポートが必要だって。やばい、今日パスポート持ってきてなくて。買えないって言われました。売れないって言われました。ピエンピエン大魔王。最悪や。まあ、でもパスポートが必要だと分かったので、また出直すか。出直します。はい、なんか何とも言えないゲームセンターがあります。マヤキッチン。あ、マヤじゃない、メイヤーキッチン。ダメだ、マヤって呼んじゃう。メイヤーキッチンっていうフードコートです。フードコートは現金をカードにします。で、使っていくスタイルです。
ぱいあるよ。ジュースもある。おいしそう。弥生軒がありました。おいで。隣には大好きな M 軒もあります。はい、ご飯もいっぱいあってレストランもいっぱいあっていいですね。かさ、今チェンマイ空気汚染がほんとやばくて、すっごい白いの景色が、くしゃみがやばい、止まんなくて、あと目も痛いし、結構この PM2.5 がやばいです。なのでアレルギーの薬とか持ってくるのをおすすめします。私も大量に持ってきました。とりあえず鼻水がやばい、ずっと垂れてる花粉じゃないのに。めっちゃ白くないですか白すぎてビビるんだけど。以上ですかね。こんな感じか。本来買うつもりだったちょっとシムが買えなくて、今低速に入ってマジでやばいんですけど、まあ頑張って帰りますはい、ということで歩いてきました。やっと部屋に着いた。30分ぐらい歩いたんだけど、まあ、汗やばいんだけど、やっと着いた。もう1店舗の AIS にやってきました。よいしょ。暑すぎてやばいです。暑いよ。パスポート、はい、パスポートを出して写真を撮りました。はい、やっと帰る。嬉しすぎる。 SIM カードゲットできました。番号が書いてあるのでアプリで後で設定します。あー、よかった。これでやっと高速だ。インターネット170だって、結構早い。今からどうしようかな。もう夕方なんですけど、どうしよう。なんか近くにナイトマーケットがあるみたいなので、それまでちょっとお寺とか巡りたいなと思います。やー、はい、ということで私はワットロークモーリーにやってきました。すごい綺麗ですね。やばい、涙がもう本当に鼻がやばいです。あ、名前を書く場所があったので書かせていただきます。はい、書けましたすっごい書きづらかった。なんかそれらしきところにやってきました。チャンファーモン、何屋さん、にぎわってるお店があります。こんな時間なのに。食欲が爆発する匂いだ。やばいんだけど、めっちゃ美味しそうなのがいっぱいある。美味しそうなのがたくさん。これからなのかな。そうだよね、ナイトマーケットだけどまだ夕方だもんね。はい、ということでゲットしました。乾杯。みなぎる元気。やばい、一気に回復する。めっちゃ美味しいんだけど、なんかさっきの流行ってたお店行きたいな。絶対美味しいやつじゃん。じゃじゃーん、めっちゃ美味しそう。フォークにしました。55バーツです。いただきます。めっちゃ美味しそう。カワシャマイレエソソタ、味ない。エソソタ、めっちゃ辛。めっちゃ美味しいんだけど、このタレめっちゃ美味しい。すごい人気店、理由がちょっと分かりました。大好きのタレめっちゃ美味しい。これ全部かけよう。全部かけました。なんかプラスでご飯とかもつけられたけど、良さそう。ご飯も本当はスープが良かったけどね、熱い。うん、夜もっと噛むのかね、お味噌。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ご飯も食べたい。夕焼けがめっちゃ綺麗です。
綺麗。はい、ここに。カップンカー大好きなルークチンが買いました。ルン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 。1本5バーツだって、安っ。ソンプーマーケットにやってきました。食材とかが売ってます。え、美味しそう。待って、私の大好きなマンゴスチンだ。アニータウライカこのハセ少々お高めです。もう夜なのであんまやってないですね。フルーツ食べたかったな。ちょっと高くないですか。前バンコクで100バーツぐらいで買ったんだけど高かった。大好きなルークチンを頬張りたいと思います。うん、もコリコリ豚美味しい。うん、やっぱルークチン世界一だな。観光地であるターペーモンにやってきました。ハトポップがいっぱいいるんだけど、ちょっとごめんなさい、私ハトポップめっちゃ苦手で、めっちゃいるんだけど、ハトポップがいっぱいです。このターペーモンの前にはマクドナルドとかスターバックスとかもあって、なんかいいね、ノマドに。めっちゃいるよ、待って、めっちゃいるんだけど、ごめんなさい、無理です。すごいよね、ほんと昔の状態でさ残ってるのすごいですよね。私は写真撮ってくれる人がいないので。食べ物です。はい、今日だけで1時間ぐらい歩いたのでめちゃくちゃ足がしんでいます。手マッサージ行こうかな。はい、そうします。今日はね、無事にまずは第一目的であるSIMカードを手に入れることができたので、もう私は今日生きててよかったなと思っております。本当ね、パスポート忘れちゃったのがあれなんですけど、皆さんは気をつけてください。あ、やばい、くしゃみ出そう。はい、涙を出そう。はい、それじゃあ皆さん、またの次の動画でバイバーイ。